え、すげえ。何あれ。どうも、大丸屋徹です。トジです。ついにこの日が来てしまったね。来てしまったっすね。犬鳴き峠、はあ、ご存知ですよね、皆さんね。 YouTube 見てる人なら九州の中でもまあ最強と言われている、まあいわゆる心霊スポットってやつなんですよ。もう福津市民として、うん、まあ、あの隣の宮若市のことは、今日は4月9日日曜日絶対嘘、大仏の日です。もう呪い、もう呪い。もう大丸屋から車で30分ぐらいで着くんですよ。バーッまっすぐ行ったら、うん、一回ちょっと自分の目で見ておこうと。大事ですね。大事だよ。そうそう大事、うん、そしたらほら大丈夫ですよと、うん、って言えるようになるかもしれないし、いや、やめた方がいいっすって。お客様来るからね、うん、やめた方がいいっす、うん、そこはもうやめた方がいいってこう言うことができる。それもあるんですけど、うん、まあつやつやつや咲きのテーマとしてですね、ちょっとあの東司君があのちょっと気になる話を。どんな話を。よくネットとかで犬鳴き村があるっていうのが騒がれてるんですよね。本当はないんですよ、犬鳴き村は。犬鳴き村はない。それ言っちゃう、いきなり。犬鳴き村はない。ない。あ、もうない。動画終了ならないので。でも犬鳴き谷村っていうのは昔あそこにあったんですよね。でそのほとんどがダムの下にあるんですけど。おう、じゃあ今日はあの水着持ってきた。ちゃんと下着てました。マジで。冗談ですけど。あ、びっくりした。ミスったごめんと思った。少しの部分だけまだ山奥に残ってる。お地域のおっちゃんから聞いたんですよ。地域のおっちゃんの話は固いからね。信用なるからね。つやつやつや先っぽいのはそうですね、うん、地域のことを調べるっていうのもなかなかあるので、はい、じゃあ犬鳴谷村がまだ一部が残ってるのか本当なのか、うん、観光なのか分かんないけど、ちょっと調べに行きましょう。そうです、うん、で看板かな、緑の看板。師匠の師匠の泉って何、水って何。なんかちょっとあのメガネインテリビジョンみたいなのが沈んだ。ということで、とりあえずね、ダム、まあ普通に俺ダム好きだし。そうなんですか。そうそう。なんでダム好きなんですか。逆になんかでけえけど。知ってる。あれ、あ、ダム、あれ犬鳴きダムよ。あれがダム、うん、あれが犬鳴きダムか。あ、なんか掃除してる人がいる。ちょ、聞いてみようね。犬鳴き谷村じゃと。こんにちは。この辺りの方ですか。まあちょっと離れて。ああ、最近映画とかで有名だからちょっと来てみたんですけど。あ、ねえ、あ、 門があるけど片方の方は登山はで、一応登山用に人は入っていいって聞いたんです。で、富士山の人は入られる方もいらっしゃるみたいですけど、うん、なるほど。じゃあちょっと行ってみて、完全に入るなって書いてあったらやめよう。多分犬鳴き谷っていうのはあったって。犬鳴き谷っていう村が、ダム沈む前そこ村があったんですよ。今全部あの引っ越して秋田ですね。はい、あ、もう市外貢献なら何でも言ってるけど、そんなんね。ほぼ作り話。ああ、うんうんうん。なんかそれは作り話だってことを今日証明しに行こう。お疲れ様です。ありがとうございました。どうも。まずは普通にね。はい。犬鳴きダム。ダム。うん。待ってみよう。普通にダム好きだし。Let's walk in。うん。もう怖いとか怖くないとかじゃない、これは。いい。あ、あ、何あれ、あれ何ですか。すごい、霧が出てきた急に。何あれ、早い、あいつ。おお、すごい、トルさん。ん、何、うわ、もうもはや煙みたい。歓迎を受けてますね。で、これが犬鳴きダムです。村があった。まあ、谷だったからダムになったんだろうね。よし。わあ、あ、最高。ダムってでけ。めっちゃ楽しい。出来上がったのは平成4年。犬鳴きダムのダムカードが欲しい人は、ダムに行ったこと分かるような写真を撮って管理出張所まで来たらダムカードがもらえる。まあ今度行っとこう。なんか書いてあるよ、あそこ。チクシナル犬鳴き側の起こるとともに沈めてダム。あ、本当やん。記念広場。記念広場。
ダム工事に汗を流した人、苦労した人への力と和を記念した広場。おー、すごい。違うんだよ、東司くん。はい。違うって。何行きますか。怖いところに行かないけんの、俺たちは。ダムすげえなじゃないんだよ。こういうことしに来たんじゃない。ダムはすげえけど。師匠の海やった。相撲取りに。いやだってこの読み方みんなそう読むでしょ。これで海って読むんですね。おかしい、間違ったやろ。消え訂正しとこう後で。あ、というわけで、はい、ちょっと一回ダムは最高だった。ダムはここまでにして、はい、ダムの周り車で行けそうだから、はい、ちょっと回ってみようか、サファリパーク的に。あめっちゃ可愛い。え、めっちゃ可愛くない？めっちゃこのフィギュア欲しい。クソ可愛い。これ犬鳴きのキャラクターみたいな感じ。名前つけます。え、めちゃくちゃ可愛いや。これだけでも来た回あったわ。何をしに来たんだ俺たちは。現在地ここ。はいはいはい。まあ浸水公園あるらしいから、もうちょっと一回そこ目指してみるか。はい、車で行けるんで。行けるんで。なんで犬鳴き峠なんだろうね。犬鳴き峠って、こういう意味です。バーン。なるほど、なるほど、へえ、なるほど。ああ、わわ、だからか。トラックの種類みたいな。スタンプの種類。スタンプ、ラインスタンプ、ラインスタンプ。ダムの周り一回回ってみようか。あ、イチョウが綺麗だね。ガッガッ。なんすかあれ。登山口って書いてありますよ。絶対入っちゃいけんやん、こんな。ね、登山口って書いてありますよ、これ。マジやべ。紹介します。ここが、犬鳴山の登山口でーす。じゃーん。なんじゃこりゃ。死ぬね。どうします。いや、行かねえよ。行かねえよ。いろいろなんか石碑みたいな記念碑みたいなのがあるね。ありますね。こんなとこにお化けが出るんですか。いや、なんか、全然怖さないよ。重大さしかない。うん。何？どうしたの？何か見た？今の何？ダムなんか降りれるんじゃね？そう。魚釣り広場、この犬鳴きダム遊びまくっていいみたい。遊べる。またちょっと見よう。家族4人寝れるぐらいのウルトラキングサイズベッドみたいな。この階段の感じ。犬鳴きダムすげえ楽しいとこじゃない？今日の俺らの真の目的分かった。犬鳴きの風評被害なくそう。よし、風評行っちゃダメ、あそこだけはダメよじゃなくて、で、怖いの行くぜみたいな人だけ行くとこじゃなく、遊びにおいで。そう、犬鳴きダムでね、家族で。犬鳴き峠は怖くない。いやー、もうすぐ33歳の大人がやって楽しめるんですね、ここ。はい、トールくん。変案じゃない？ちょっとその村があった痕跡みたいなの探してみるか。トジ、はい、毎日骨ケア。ここで毎日暮らしてる人なんていないじゃん。ということはこれは、うわ、村のやつ。ゲップ出た。結構水もね、透明度があってね、綺麗です。なんかでっかい鯉みたいなのおるよ。でもダムの端っこの方はズブズブと行ったりするんで、まあ、それは気をつけてください。あんまり行くとズブズブ行くんで。ちょっとなんかその村があった感の名残はないじゃないね。何あれ、飲んでいいやつ。飲んでいいんじゃない。おう、どうなる、飲んだらどうなる。普通に水。普通に水。普通に水。犬鳴き山の水よ、はい、何が溶けとるかわからん。急に赤くなるかも。めっちゃかかるね、ここ。でしょ。強い。そう、僕もここびしょびしょなんですよ。おー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 、乗られた。うーわっ。さっきのやつめっちゃ濡れた。めっちゃ濡れよった。茶番や、茶番。そういうの挟もう。うん、挟みながら挟もう。マジ
偶然だけどめっちゃ紅葉シーズン、うん、超綺麗超綺麗いいよね。ところどころなんかこうダムを楽しむよう なんかこう施設があるよ。怖い要素がない、ないゼロですよね。いいよ超綺麗、ファミリーで来れるよ。これから犬鳴峠はファミリーで行こう。あ、また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 、なんかあるよ。犬鳴焼き釜跡、伝説によると高原五郎七が焼いたと思う。五六どれ、うん、欲張り欲張り。この下に沈んでるわけだよね。集落があって小屋があったんです、ね、うん、水車もあって小屋もあって釜もあった、 あるのかな今も。これ投げてみます、投げてみます、うん、確かに GoPro の唯一のいいところ。唯一じゃねえし、うん、なんかあるぞ。市原炭焼き小屋ありますね。なんかあそこあるね。これもしかしてあのあれ犬鳴谷村の一部でしょ。あれどう見てもどう考えてもそうやろ。当時ここからちょっと真面目に行くぞ。嫌い。あった、気をつけてね足元。炭焼き小屋の跡ってさっき書いてあったけど、これまあほぼ間違いなく犬鳴谷の村のでしょうね。当時のものとか落ちてたらちょっと、お前のもんが落ちてるわけじゃないお前の財布とか落ちとったらそりゃお前が拾えあのその頃のものが安全に。あーもう捕まった、もう捕まった。この服新しいんだ、あ、痛ぇ血が出てきた、帰りたい心が折れるのが早い帰りたい。はーい、地元気をつけろよ。トイレ行きたくなったら言えよ。うん、勉強しろよ関係ねえ。歯磨けよ。お母さんか。お母さんよ。なんじゃこりゃ、本当になんだこれ、なんだこの木の箱。でもトールさん置いてきてるし戻るか。もののき姫の時はお世話になりました箱が3つ置いてあったんですよ。あら、パッシロールかなんかそれぐらいのものが置いてあって、うん、でその上におもしが載せてあったんですよ、うん、なるほど、ご苦労だった。お、なんか建物ある、見ます？浸水公園じゃない多分これが、うん、ちょっと行ってみよう。レッツゴー。よくない。こちらは犬鳴浸水公園。綺麗な WC ある。 WC だ、うん、あ、ほら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 、映して映して遊べるやん。か、川見て見て、この階段の周り両サイドに滝、うん、え、めっちゃ良いやん。この浅さほら、子供も遊べる浅さに使われてる。ほら、かといって大人も遊べるぞ。そう、オーバルや扉が通るの挑戦である。川を渡らないとこっち側には来れない。うおー、よき反対側からも来れた。おお、滑って滑って、すごい。かつてはここにだね。もうそう思うとやっぱダムと村か、何も思わんかったあ、でも広いね、一つの村がなくなったっていうのはまあすごいことだね。そのおかげで今僕ら当たり前のように水道をひねったら水が、あ、ね、ありがたみをさ感じないといけないんだ。赤子の手をひねるように水道のひねっちゃダメだよ。結局何が言いたいんですか。ありがとうダム。うん、すごいねこのロケーションにしても。もったいない俺たち二人には。本当だよ、むさ苦しい男二人に。デートみたいになってる映像が。最近多い、うん、トールさん。そう言われる。さあ。これきついね。また戻るか。
あからさま演出あからさま演出すんの